木原防衛相とアメリカの駐日大使ラーム・エマニュエル氏が会談し、自衛隊がアメリカ製トマホーク巡航ミサイルを購入し、その運用に関する訓練を開始するという情報がありました。今回は、トマホーク400発1年前倒しで訓練開始について見ていきます。トマホーク巡航ミサイルはイージス艦に統合され、将来12隻を実装する計画らしいですよ。2024年2月14日、防衛省内で、木原防衛省とアメリカ駐日大使ラーム・エマニュエル氏が会談を行い、日本が購入を進めているアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルについての対応が判明しました。これは、エマニュエル駐日大使が、木原防衛大臣との会談後に、マスコミ取材に答えて明かされた内容で、2024年3月末から、アメリカ軍が自衛隊に、トマホーク巡航ミサイルの訓練を開始するというものでした。エマニュエル駐日大使によれば、自衛隊がトマホーク巡航ミサイルを調達するにあたり、運用に関するトレーニングは、まず、横須賀基地内で座学形式で開始するということでした。横須賀基地は、在日アメリカ軍が第7艦隊母港としている拠点なので、トマホーク巡航ミサイルを実装しているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦等が所属していることが選ばれた理由と思われます。今回は自衛隊の対象者30名を横須賀基地に集めて、3月25日からトマホーク巡航ミサイルを運用するための訓練を開始するとされており、海上自衛隊の担当者が中心となるだろうというのがエマニュエル駐日大使の発言でした。アメリカ海軍は、トマホーク巡航ミサイルを実装する艦艇として、前述のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦やバージニア級攻撃型原子力潜水艦を配備しています。日本が導入する艦艇型での運用を、前者をモデルとしてトレーニングすると推測されます。エマニュエル駐日大使は民主党員で、これまでアメリカの下院議員、オバマ大統領時には首席補佐官を務め、その後シカゴ市長を経て、2021年から、現職である駐日大使の任に従事している人物です。直接、軍人としてアメリカ軍に関わった経験を持っている人間ではありませんが、トマホーク巡航ミサイルを初めて運用する自衛隊へ、入念な運用準備を進めておく重要さを説いたものと見受けられます。アメリカから購入するトマホーク巡航ミサイルは、2024年2月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦を対象にするものと考えられています。これらは、すべて、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦を土台として建造された艦艇です。現時点での開示のイージス護衛艦の内訳は、建造の古い順に混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の計8隻ですが、2023年度防衛予算案からの大幅な増額を反映して、今後は2隻を追加する計画となっています。それに加えて購入が中止された陸上配備型イージスアショアの代替として、従来のイージス護衛艦と同様、イージス兵器システムを搭載するイージスシステム搭載艦2隻の新造も同時並行で進めることになっています。そのため、海上自衛隊としては、将来的に、イージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載艦2隻の計12隻のイージス戦闘システムを実装した艦艇を配備することになりますが、現在調達を進めているトマホーク巡航ミサイルは、既存のイージス護衛艦8隻への統合が見込まれるそうです。となると試験ですが、今回、横須賀基地で、トマホーク巡航ミサイル運用の座学を受ける対象者30名というのは、既存のイージス艦8隻の兵装運用担当者から選抜された人員ではないかと思われます。トマホーク巡航ミサイルは、政治的位置では、現岸田政権が掲げる反撃能力を体現する兵装です。これまで、自衛隊が装備している兵装とは比較にならないほどの長射程を持つため、運用用途自体が全く異なってくることが容易に想像できます。政府は、こうした長距離打撃兵器をスタンドオフミサイルと呼称、それまで政治的に敵基地攻撃能力と呼ばれてきた同分野の兵器を自衛隊が保有、運用するための理由付けを体系化しようということでしょう。その陰には、すでに
多数の中距離ミサイルを配備し、射程距離に日本を収めている中国。新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発とテストを加速させている北朝鮮への対処を急ぐことが喫緊課題であるという考えがあると思われます。従来の冷戦時代には、自衛隊は専守防衛という原則もと、自衛用兵器の装備に特化し、攻撃は同盟国アメリカ軍に丸投げするのが、政治的にも経済的にも通用していたようです。しかし、昨今、軍事技術の飛躍的な進歩によって、長距離打撃兵器の射程距離が桁違いに延伸し、自衛目的兵装であっても、敵の戦力と対峙し、抑止力を発揮させるためには、長射程化は避けられないとされます。今も続いているロシア・ウクライナ戦争では、ウクライナ側は、昨年から苦戦を強いられ、じわじわとロシア側に支配地域を広げられています。そこには、航空優勢が取れない上、長距離打撃兵器もないという残酷な現実が理由の一つでしょう。四方を海に囲まれた海洋国家の日本と、ロシアと地続きのウクライナの防衛を同列に論じるのには、確かに無理がありますが、ウクライナ側に、有効な長距離打撃兵器が的確に供与されていれば、戦況は違ったものになったはずという意見も多いのです。さて、日本のトマホーク巡航ミサイル調達に話を戻すと、当初の想定だった同ミサイルの最新バージョンブロック5の調達から変更が生じ、一つ前のブロック4と最新のブロック5を各200発ずつ入手する方向に変わったようです。もともと、政府としては、トマホーク巡航ミサイルの最新バージョンブロック5を2026年度から400発調達する希望でしたが、1年間前倒しして2025年度から行うので、半数をブロック4にする、いわば折衷案に変更されたというわけです。こういった点を捉え、そもそも、今の日本がトマホーク巡航ミサイルを調達する方針に異議を唱えている勢力は、日本政府はアメリカ政府に懐柔され、片落ちの兵器を言い値で押し付けられたのではないかという指摘をしているようです。しかし、最新バージョンのブロック5ではない方であっても、射程距離は、ほぼ同じおよそ 1600km なので、これほどの長距離打撃兵器を現時点で保有していない自衛隊にとっては、大きな戦力向上になるということか間違いないだろうと見られています。今回のトマホーク巡航ミサイル購入費用ですが、2023年11月のアメリカ議会への告知内容によれば、本体のブロック4と5の各200発と運用するためのイージス護衛艦の管制システム等付帯費用込みで、約 23.5 億ドル、日本円換算で約3520億円ということです。2023年度版の資料内で防衛省が記していたトマホーク巡航ミサイル関係の費用は、ミサイル本体の取得で2113億円、イージス護衛艦への管制システム等付帯費用で1104億円、合計約3217億円ですから、想定より増加したことは事実です。ここで、興味深いことがあります。イージス護衛艦の管制システム等の付帯費用ですが、今回の内容では、武器管制システムは14機と決まっており、前述のように、現在海自が保有、運用中のイージス護衛艦への数8隻分を上回っているということです。これも、先に述べた通り、イージス護衛艦2隻、イージスシステム搭載艦2隻の追加建造が確定していますが、これらを加えても、海自のイージス護衛艦等の合計数は12隻ですから、武器管制システムは2機多いことになるのです。では、2隻分はどうするのでしょう？単なる予備と考えるのか、イージス護衛艦ではなくとも、MK41VLS を装備する水上戦闘艦への搭載を視野に入れているのか不明ですが、そういった部分も含めて、今後の確定情報の発表には注目していく必要があると考えられます。自衛隊は、トマホークミサイルを搭載したイージス艦の運用能力を高めることが期待されています。エマニュエル大使は、自衛隊への十分な訓練が重要であると強調しました。将来的には、現在のイージス護衛艦8隻に加え、新たに2隻のイージス護衛艦と2隻のイージスシステム搭載艦が建造される予定で、合計12隻の艦艇にトマホークミサイルが統合されます。この動きは、
日本の防衛力強化及び地域安全保障への対応能力向上を目的としています。